あ、そうだ。あの、ヒーローモード終わらせたじゃないですか、スプラ1の。終わった後にも、タコツボバレーに行くと、まあ、こういう感じで、当たり飯レイが声をかけてくれるんですよ。まあ、多分スプラ2でもね、こんな感じであったと思うんですけど、これ実はスプラ1から引き継がれたもので、スプラ1でもこう、なんだろう、隔離されてます。はい、ということで、今回はですね、このスプラ1のミステリーファイルがこちらです。研究者による解説をオンにして、ペラペラめくっていくので、皆さん好きなタイミングで動画を止めて、まあ、見てってください。はい、よろしくお願いします。いきまーす。